こんにちは、柴戸です。今回ご紹介させていただくのはエピフォンの近代的なレスポールカスタムプロフェシーです。エピフォンはですね、ギブソンの直系なのでオーソドックスなレスポールが多いんですけれども、このプロフェシーはですね、非常に近代的。何が近代的かというと、まず大きな特徴はですね、なんとフレットが24フレットなんです。レスポールで24フレットですよ。でも全然違和感はね、ないんですよ。そしてピックアップは EMG の81と85のザックワイルド仕様になってます。もうこれだけでもね、かなりのインパクトがあると思うんですが、まあその他にもですね、僕はもうこの握った感じの薄いネック、めちゃめちゃ弾きやすいです。しかもネックマホガニーで、ボディはマホガニーバック、メイプルトップなんですが、キルトメイプルで非常に木目も鮮やか。そしてコントロール系なんですけれども、ボリュームとトーンとシンプルな感じになっております。でブリッジはブラックで、ペグはですねグローバーのものがついております。そして指板はエボニーという高スペックなんですよ。こういう感じのものはね、なんかエドワーズだったり ESP からね発売されているような感じなんですけれども、ギブソン直系のエピフォン、重量はですね 3.9 キロとちょっと軽めな感じがします。なのでめちゃめちゃライブ向きなギターなんじゃないかと。木目が非常に綺麗なので、ちょっと寄って見ていただきたいと思います。Mm-hmm.